惑星ベジータに今一人の男の子が産声を上げた。カカロット、これかバダックの息子ってのは。ああ、やはり下級戦士の子供だな。潜在能力が全く低い。これじゃどこかの辺境惑星に送り込むしかないだろうな。そうだろうな。鳴き声だけは一枚に大きいな。ところでバーダックはどうしているんだ。ん？ああ、やつなら星の地上げに行ってるよ。ここを立ってずいぶん経つ。そろそろ仕事が終わる頃だと思うが。ここか、今回の目標は。おめえら準備はいいな。楽しませてもらおうじゃねえか。始めぞ。この程度の相手、問題
わしはもう終わりだ。はしゃぎやがって。西に400ちょっともらったぜ。星に住まう命がここに消え失せようとしていた。悪の帝王フリーザの指示のもと、サイヤ人はいくつもの星を侵略し滅ぼしていた。しかしサイヤ人たちは知らなかった。彼らもまた数奇な運命の中にあることを。これはその運命に抗い戦い抜いた悟空の父バーダックの物語である。暴れた後ってのは気持ちいいぜ。もっと歯ごたえがあってもよかったんだけどね。違いね。次はもっと楽しめる場所だといいよな。なあ、バーダック。まあな。しかしよ、俺たちも随分と強くなっちまったからな。俺らのレベルに似合う星はなかなかお目にかかれねえかもしれねえな。おい、あまり調子のいいこと言ってんじゃねえぞ。てめえらなんてまだ三流だろうがよ。ああ？なんだと？せいぜい気をつけとけよ。勘違いしてるバカは隙をつかれてあっさり負けちまうからよ。てめえらはただ運が良かっただけだ。戦闘力の低い星に当てがわれてよ。そういうこった。まあせいぜいこれからも弱い者いじめをして楽しんでくれよ。てめえら。確かにおめえらが言う通り弱い奴らばっかりだった。だからよ、腕が鈍って仕方ねえんだ。ちょっと発散に付き合ってくれよ。お強いんだろてめえらは。望むところだ。おい、そこまでにしとけ。ったく、サイヤ人同士で喧嘩するんじゃねえ。でもよ、こいつらが仕掛けてきたんだぜ。気にすんな、ただのやっかみだ。最近調子のいい俺たちに対してのな。大体戦闘力で言ったら今のバーダックの方がこいつらより上なんだぜ。チッ、ほら、もう終わりだ。け。たくや、あいつら。もういいだろう。そんなことより次の仕事が決まったぞ。どこなんだ？カナッサ製だ。カナッサ製？そうだ。そこそこの文明を築いている星だが、戦闘能力は低いようだ。チッ。次も盛り上がらねえ仕事になりそうだな。そうでもないぞ。カナッサ星に到着した時の月齢はな、なんと満月だ。本当かよ。それってえと大猿になれるってわけか。
そういうことだ。思いっきり暴れてやろうぜ。一気に楽しみになってきやがった。おい、こっちに追加だ。じゃんじゃん持ってきてくれ。前祝いだ。盛り上がろうぜ。まったく調子のいいやつだ。戦慄する宇宙の星々、恐るべきサイヤ人の戦い。おい、バーダック、バーダック、そろそろ起きてくれよ。なんだ、もう朝か。ったく、お前さん仕事があるんだろう。そろそろ準備した方がいいんじゃないのか。他のやつらもうとっくの昔に出て行ったよ。俺は置いてきぼりかよ。お前一度寝たらなかなか起きねえからだろ。飯代はつけといてくれ。いらねえよ、もう東馬からもらったからな。そうかよ、できる仲間がいて助かるぜ。ああそうだ。おいバーダック、お前にも一応忠告しとくけどよ、ここ最近施設の外で栽培マンが出没してるらしいんだ。栽培マン？栽培マンってあの緑色の気味の悪いやつのことか。それそれ、何でも凶暴化してるとかどうとかで人間を見かけたら襲ってくるらしいぜ。ま、お前なら心配しなくてもいいかもしれないが、気をつけとけよ。なんでそんなやつが、今までいなかったじゃねえか。さあな、栽培マンの突然変異が増殖したとか、フリーザ軍が撒いていったとか、いろいろ言われてるよ。はっ、なんだそれ。ま、根も葉もないデタラメな噂だ。とにかく、外で見つけたら始末しといてくれ。仕方ねえな。次の仕事はカナッサ製だったな。適当にぶらついてポッと発着場に行くか。しかしあいつら俺を置いてきやがると。一体どこ行きやがった。この前
前の仕事は正直つまらねえもんだ。次の仕事は盛大に暴れたいところでしょ。あいつらこんなとこで何してやがる。おい、おう、ふふふ、おう、仕方ねえ。うん、おう、いいだろう。そりゃいい。おう、絶対に釣ってやるぜ。簡単なもんだ。簡単なもんだ。上等な獲物だぜ。上等な獲物だぜ。簡単なもんだ。よし、釣れた。うまそうだぜ。こいつはうまそうだ。Ooh!
なんだ。いいよ。おう。そうだな。なんだ？そりゃいい。あ。うん。
なんだ？集落の方に飛んで行ったな。何が目的なんだろう。たまには魚を食うのもありだな。クズか。こいつはうまそうだ。うまそうなのを見つけたぞ。Yes! Yes! 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 Y
図か。おい、どう？何？いいよ。おう。おう。なんだ？うん。なんだ？そうだな。いいよ。またメカの目的が何なのか絶対に突き止めてやる。クズか。なんだと？なんだ？なに？あ。
そうだな。いいよ。あ。そうだな。おう。なんだ？いや。おう。あ。俺の思い違いだ。そうに決まってる。クズか。ところにやがった。てめえ、やれやれ。この野郎。なんだ。ふん。おい。この野郎。へへ。いいだろう。な、てめえ。ふん。あ。かっ飛ばすぜ。残念だったな。うわっ！
たちの敵じゃなかったな。クソが。行きな。クソが。いいだろう。そうだな。なんだ。おい。なんてことね。何か用か。いや、用というほどじゃねえよ。ん？なんだ。そうだな。ねえ。あ。
と？ああ、ありがとうよ。おい、あの、なんだ。なんだと？おい！ちょっと！なんだと？あの、なんだと？バカな。あの、仕方ねえ。おい、わかりました。クソったれ。めんどくせえな。しけた場所だよ。なんも面白みない。あの、おい。そうですね。いいだろう。はあ？
だらないことやらせやがって。いえ。なんだと？え？え？なんだと？そうだな。そうですね。いいだろう。ありがとうございます。はあ、ミスはこんなにありそうね。はっ、こんなにいきます。甘く見ないでください。なんだと？行きな。くだらねえことやらせやがって。ホットの発着場はこの先か。早く金沢生徒やらに行って暴れてるところだ。
おう、バーバックか。邪魔するぜ。おい、どうしたんだい。あ、そうだな。いや、ねえ、まったくくだらないことに巻き込まれたぜ。さて、おお、
ん？道を開けろ！ベジータ様がお通りになるぞ。ベジータ、呼び捨てにするな。ベジータ様だ。ほらほら、ぼーっとするな。さっさと道を開けないか。姿勢を正して。ち、来たぞ。おい、何をしている？はい、お待ちを。どうした？え？何かを気にしていただろう。うん、はあ、実はスカウターのサーチ機能をつけたままにしまってたんですが、そしたらあの男に反応したんですよ。あいつ戦闘力1万近くでしたぜ。おお、それはすごいな。お前より強いじゃないか。きっとスカウターの故障ですよ。後で修理に出しとかねえと。だが俺の相手ではない。俺はさらに強くなる。全宇宙で誰にも負けないほどにな。へへへ、さすがはベジータ様、どこまでもついていきますぜ。いってらっしゃいませ。やれやれ、突然立ち止まるんだもんな。ドキドキしちゃったぜ。それにしてもあのガキ、相変わらずすげえ威圧感してやがる。確かにな。違うぞ。そのなんだあれだ、さすが惑星ベジータの王子様、うちのガキとは違うな、威圧感あるなと言ったんだ。ベジータ王子か。おい、聞いているのか。本当だぞ、本当に本当だぞ。ただの坊ちゃんかと高くくっていたが、どうやら違うようだ。ねえ、聞いてる？あ？あの、お願いだから誰にも言わないでね。無駄に時間を取られちまったな。まあいい、さっさと行くか。よう、バーダック、次はカナッサ星なんだって？ああ、しかも満月のタイミングなんだろ。サイヤ人にとっては最高のタイミングだよな。羨ましいよ。俺も一緒に暴れたいところだ。へっ、暴れるのは戦闘員の特権だぜ。おっせえぞ。いつも遅刻するのはお前の方じゃねえか。準備はできてるのかい？バッチリだ。お前さんの食料も入れておいたからな。よし、それじゃあ出発するか。おい、バーダック。ん？ちょっとこっちへ来い。行ってこいよ。チッ、これからだって時に。何事だ？さあな。というわけで、ついさっき細かな生態調査が終わってな。残念ながら戦闘力はいまいちだが、間違いなくお前の息子だ。髪型がそっくりだぞ。くだらねえ、そんなことのために呼び出したのかよ。おい、会っていかんのか。俺にそんな暇はねえんだよ。これから楽しい仕事なんでな。なんてやつだ。何の話だったんだ？ガキが生まれたってよ。本当か？おい、さっさと出発するぞ。いや、しかしバーダック、せっかくなら会ってきたらどうだ。遅れるやつは置いてくからな。はあ、やれやれ。仕方ねえな、行くか。
なんだ隕石か。分からん。ここがカナッサ星か。ちんけな星だ。満月まで少し時間あるな。そんじゃ本番前に体を温めとこうぜ。ちょうどお迎えも来たようだしな。おお、集まってきやがった。二手に分かれるぞ。俺とセリパはバーダックにつく。なんだよ、俺一人でやらせろよ。お前はやり始めたら周りが見えなくなりがちだからな。だから俺たちもついていく。チッ。ってことは俺とトテッポか。ああ、てめえもだ。調子に乗りすぎんなよ。どこから狙うかい。ひとまず町に近づいて様子を探ってみるとするか。ああ、よし、いいかてめえら、やるからには徹底的にだ。暴れっぞ。おいよ。ここの奴らはどれぐらい強いかな。楽しませてくれねえとな。この辺でいいだろう。さて、早速調べてみるか。ああ。町にはかなりの数がいるみたいだね。そのようだな。じゃあ、その町をぶっ潰しちまえばおしまいだな。それは間違いないけど、さすがにこの人数は大変だよ。町の周りにもいくつかまとまった反応がある。おそらく奴らの拠点か何かだろう。そこから狙っていくのが得策かもな。拠点を襲ったら町にいる奴らをおびき寄せられるかもしれないしね。回りくどいな。まあそういうな。満月までまだ時間がある。ゆっくりやろうぜ。チッ。すぐに町に突っ込みたいならそれでもいいぜ。近くに拠点がありそうだ。どれぐらい集まってっか楽しみだな。こらえ！あー、こらえ！クズか。あー！クズか。
少しは骨のありそうなやつだ。お前たち、さっきから暴れ回っているようだが、この町には決して手出しはさせん。生きがってんのも今のうちだぜ。相手が悪かったね。容赦しないよ。皆の者、金佐勢を守るのだ。おお。さて、一仕事するか。ああ、貴様たちを救いはさせん。神楽国家の星を守る。やってるな。
に拠点がありそうだ。どれぐらい集まってるか楽しみだな。ボスは楽しませてくれよ。怪しい奴らだな。もしかしてさっきの爆発音は。だったら何だってんだ。さっさとお仲間を呼んだ方が身のためだぜ。侵略者が来たぞ。力を貸してくれ。バカどもが集まってきやがったぜ。それじゃ行くよ。させる。じゃあ頑張って抵抗しなよ。どうせ無駄だけどさ。俺たちも頑張んねえと俺が全部ぶっ潰しちまう。何言ってんだ。こっちのセリフだよ。何だと。仕事熱心な仲間を俺は幸せだ。ああ、おや、何だよ。何してんのか。本心だよ、本心。私がやってやるよ。はい、はい、うわっ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 、ここは片付いたね。
塔にまだ残党がいるかもしれんな。壊しとっかい。ああ、この調子で奴らを全滅させよう。近くに奴らが集まってる場所がありそうだな。そこを狙おう。貴様らは今から消えてなくなるてめえらに名乗る必要はねえ。まずい、敵襲だ。増援を頼む。どうやら町からも集まってきているようだな。作戦通りだね。それじゃ人暴れするか。ああ、出るんじゃねえぞ。大事を受けよう。いいぞ、どんどん湧いてくる。面白くなってきやがった。壁に葬ってやろうぜ。この辺の掃除は済んだね。塔も忘れずに壊しておくか。ああ。
かろうじて生きてたやつも今のでくたばったはずだ。念には念を入れた。思わぬ収穫もあったね。ザコがたんまりと。今回の狩りは楽しめそうじゃないか。チンタラしてっとてめえの出番はなくなっちまうぜ。この俺がほとんどぶっ倒しちまうからな。私に喧嘩売ってんのか。おい、仲間同士で獲物の奪い合いはするなよ。慌てるんじゃないよ。ただの戯れだ。お前たち、ここに何の用だ。てめえらをぶっ潰しに来たんだよ。怪しい宇宙船が来たという連絡があった。貴様らのことだったのか。早く助けを呼んだ方がいいんじゃない。心配せんでも、すでに町には報告済みだ。そうかい、そりゃありがたいね。それじゃあ始めっぞ。ああ、そういうことか。必ずここを守るぞ。カナスタ星人を私見るなよ。よし、これで町にいるやつはかなり減ったな。今回も派手にやったな。手間をかけさせやがって。さっさと町をぶっ潰しに行くぞ。
私は骨のありそうなやつだ。お前たち、さっきから暴れ回っているようだが、この町には決して手出しはさせん。ふっ、生きがってんのも今のうちだぜ。相手が悪かったね。容赦しないよ。皆の者、金刺せを守るのだ。おお。さて、一仕事するか。ああ、必ず
ずこの星を守ってみせる。レイム・マレット私が。少しはいい運動になったね。俺はまだまだ暴れ足りねえな。結局大猿にならずにほとんど片付いちまったな。でもまだ生き残りがちらほらいるみたいだよ。満月まではまだ少し時間があるな。それじゃ夜になるまで残ってる奴らと遊んでようかね。バーダック、時間だ。おう。てめえら仕上げだ。ちっちゃてめえが油断したからだよ。しかしバーダックよ、息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎちまったな。息子の誕生祝いだと？くだらねえ冗談だ。この星も片付いたことだし、惑星ベジータに帰って会ってきたらどうなんだ。何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキにわざわざ会いに行くバカがいるか。どうにでもしろと言っておくよ。ふん、そうかい。いやしかしフリーザ様には感謝しなくちゃな。毎度毎度俺たちはよく使ってくだせるぜ。だがなんだってフリーザ様こんなチンケな星を欲しがってらっしゃるんだ。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけられるエネルギーがあるって噂があってな。そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーズ様は前々から手に入れようと考えていたらしいぜ。No!
つ、俺も油断してたぜ。聞け、わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。未来を予知？何を言ってやがんだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわっ、笑わせるぜ。俺たち無敵のサイヤ人が何を見て苦しむと言ってんだ。ったくのう、バーダック。バーダック、おい、バーダック、しっかりしろ、バーダック。なんだ、おいおい、どうしたんだ、バーダック。フリーザ様、たった今カナッサ星を占領したという報告が入りました。ほう、予定より1ヶ月ほど早く手に入れることができました。誰なんだ、そのカナッサ星を攻め落としたって野郎は。名もないサイヤ人の下級戦士どもだ。サイヤ人？最近の奴らはよく働きやがるな。確かに目覚ましいものがある。特にフリーザ様が目をかけていらっしゃるあの王子のベジータなどはとてもガキとは思えない戦闘力だしな。それだけではない。一人一人では大したことない奴らも徒党を組むととてつもない力を発揮するようなのだ。へっ、お前何を怯えているんだ。いや、私はただこのままサイヤ人を放っておいてはかなり面倒なことになると思ってな。いつまたベジータのような奴が現れるかもしれんし、もしそんな奴らに徒党を組まれた時には。目障りになるというわけですね。は、はい。どうなんだ、やつは。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方ねえ。今回はバーダックを置いていくことにしよう。俺はどうしちまったんだ。なんだこれは。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわあ。バーダック、目覚めたのか。待ってろ、今カプセルを開ける。何だったんだ、さっきのは。夢にしては少し違った。
いやに現実味があるよな。星の爆発、青い星に向かうポット、それにあのガキは、バカバカしい。うなされていたが大丈夫なのか。てめえらと出来が違うんだよ、出来が。それよりトーマたちはどうした。フリーザ様のご命令で惑星ミートに出かけていった。何？チキショウ、これを仲間外れにしやがって。惑星ミートか、すぐ近くだな。よし。おい、バーダック、愛の姿を見てて、せいぜい苦しむがいい。カカロット。戦闘力。たったの2か、クズが。惑星ミートにさっさと行かねえと、トーマたちに全部片付けられ。そうはさせねえ。しかし、カナッサ星から帰ってきてから頭がどうもおかしい。あの時見えた爆発する星は何なんだ。あいつら、よし、遅れた分はきっと。どうだった？ゼロだ。誰も生き残っちゃいなかったぜ。よし。これでミート星人は全滅ってわけか。バーダックのやつ、悔しがるぜ。ああ、帰ってからの楽しみが一つできたな。置いていかれてかわいそうなバーダックさんのために慰めの一杯くらいおごってやるかな。俺も何かおごろう。やつのことだ。それこそ今頃こっちに向かっているのかもしれねえ。ありうるな。おお、怖い怖い。
何言われるか分かったもんじゃねえ。さっさと引き上げるに限るぜ。へっ、そうだな。向こうに戻ったらガキの誕生祝いでもしてやるか。なんだ。え、あれは。ずいぶんまた派手にやりやがったな、あいつら。やがった。やつら夢中になって暴れてやがるな。くっ、いって。バーダックか。ん、トム。どうしたんだ、言って。ここで何があった。バカな野郎だぜ。おとなしくおねんねしていればいいもの。そんなことより、まさかミート星人の中に。あんな奴らはすぐに全滅させた。それじゃあ誰がおめえたちを。フリーザだ。やつが裏切りやがったんだ。そんなバカな。惑星ベジータに帰還しようとした俺たちを、あいつらは狙ってきやがった。もちろん俺たちも必死に抵抗したさ。だが、セリパもバンブーキンもやられた。そしてトテッポも。なぜだ。なぜあんたたちが。さすがにしぶといじゃねえか、サイヤ人はよ。ドドリアだがよ、もう少し遊ばせてもらわねえとな。なぜだ、なぜあんたたちがこんなことを。気になるか。そうだな、メイドの土産に教えてやるか。これはな、フリーザ様のご命令だ。何？フリーザ様は貴様らサイヤ人が目障りだとおっしゃってる。嘘だ。俺たちはずっとフリーザ様の命令通りに動いてきた。背いたことなど一度もない。それでも気に入られなきゃこうなるんだよ。散々こき使われた挙句がこれか。そういうことで。フリーザの野郎は俺たちを利用しているだけだったんだ。俺はもうダメだ。だがこのままじゃサイヤ人全員フリーザの野郎にやられちまう。いいか、よく聞け。すぐ惑星ベジータに戻れ。そして仲間を集めてフリーザを倒すんだ。奴にサイヤ人の
強さを思い知らせて、いや、てめえら、今度は貴様の死ぬ番だ。なぜここまで強い。
舐めやがって。さっさとあのクズどものように死にやがれ。クズは負けなかったな。もう少し遊んでやってもよかったんだが。おいドドリア、帰還命令だ。はあ？すぐに我々と合流しろ。惑星ベジータに向かうぞ。わかった。こいつを打ち上げてくれ。打ち上げ目標は FX50 方向。名前はカカロット。なるほど。こいつがバーダックの息子か。ランクは最下級兵士。派遣先の惑星はと。久しぶりにこの宇宙で最高のショーが見られるのですか。綺麗な花火だといいですね。あれはフリーザ様の宇宙船。まさか惑星ベジータで。そんなバカな。どうした？バーダック！惜しかったな。たった今、お前のガキを打ち上げたところだ。確か、地球とかいう辺境の星にな。地球だと？なあ、太陽系の青い星だ。まあ、いくら下級戦士でも、数ヶ月もあれば壊滅できる星だぜ。青い星？お前、その体を治したら会いに行ってやるといい。しかしどうしたんだ？お前ともあろう者がそんなに傷をつくって。確かミート星に行ったんじゃ。そうだ。
地球だ。間違いに今まで見てきた夢は全て本当の未来ということは、まさか。おい、どうしたバーダック。仲間を集めてフリーザを倒すんだ。この星はやらせねえ。あそこに行けば仲間か。おい、お前ボロボロじゃねえか。なんだ大丈夫なのかよお前。顔が真っ青だぞ。バーダックじゃねえか。他の奴らはどうした。おいおい、そんな体でどこに行こうってんだ。無理すんなよ。さっさと治療してもらえ。俺と一緒に来い。フリーザを倒すんだ。はあ？何言ってんだお前。俺を信じろ。トーマも他の奴らもみんなやられちまった。フリーザが俺たちを惑星ベジータを消そうとしてるんだ。この星が消えてなくなるだと。大丈夫かお前。フリーザ様がそんなことするはずがなかろう。夢でも見てたんじゃねえのか。くそったれ。もう頼まん。てめえら全員地獄へ落ちろ。おいバーダック、ほっとけよ。あいつどうかしてるぜ。わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。
多い。知らせて、いや、一人でいい。やってやるか。やつを俺の手で、俺が未来を変えてみせる。未来への決死の抗い、たった一人の最終決戦。フリーザはもう近くまで来ている。これが本当の未来だっていうのなら、あのガキはカカロットってことなのか。ここは？ん？カカロット。させてたまるか。俺の
もそれが何なのかわからねえ。これがこの星の最後の眺めになりますね。フリーザ様。フリーザこれ以上は行かせんぞ。
まさか生きてるとは思わなかったぜ。なめた真似しやがって。トトリア、今度こそ確実に始末してやる。ここでサートス、あいつらの敵を撃つ。あいつら何言ってやる。サイヤ人ども全員フリーラ様に消される運命なんだぞ。消されやしねえ。俺はフリーザを倒すんだからな。ゴミ不正だ。どういうこと言っていいかねえぞ。残念だったな。掃除の最中だぞ。その場から下がれ。フリーザ様が出られる。フリーザ様が。早くしろ。巻き込まれても知らんぞ。くっそ。引き返しやがった。なぜ。はフリーザ様だ。フリーザ様。おお、フリーザ様、なぜ一体。フリーザ、ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の塵にしたかったのですが、見上げた根性です。いいでしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様が少しだけあなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあいらっしゃい。対等な者同士で使うものです。私とサイヤ人の皆さんは
ただ上下関係があっただけ。下のものは上のものに絶対服従でしょ。また未来が。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。私があなたたちの滅亡を望む。それは絶対です。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。な連中ですね。お楽しみはこれからです。地獄を見せてあげましょう。残念だったな。地獄を見せてあげましょう。ほんの挨拶代わりです。な連中ですね。お楽しみはこれからです。地獄を見せてあげましょう。地獄を見せてあげましょう。お楽しみはこれからです。
を見せてあげましょう。ほんの挨拶代わりです。こじれうらっやっとなんだと？本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。やはり私が気にするほどの正義になれるとは思いませんね。ご褒美の時間は終わりです。と仲間たちのもとへお行きなさい。サイヤ人の強さを思い知らせてやれ。ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命、これで最後だ。サイヤ人。ザーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。
カカロットよ、この俺の意志を告げ。サイヤ人の惑星ベジータの仇をお前が討つんだ。尻尾のある赤ん坊か。ほほほ、こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。いたー、こりゃ元気のいい子じゃ。よし、お前はこれからこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前は、そうじゃな、悟空じゃ、孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。そーれ、そーれ、そーれ、そーれ。こうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。